ゲティセンターモノレールはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市にあるゲティセンターにて稼働中のオーティスホバー製モノレールである。ゲティセンタートラムとしても知られる。当モノレールはピープルムーバー6両を3両編成の2編成に分けた車両を有する電化ケーブル駆動の浮上列車である。1988年にすでに計画されていたこの鉄道路線は ゲティセンターの開館に続いて1997年末に開業した。ロサンゼルス市のウェストサイド地域にあるブレントウッドの北側に位置する道路線は高速道路の駐車場から J ポールゲティ美術館を含むゲティセンターまでを結んでいる。乗車時間は約3から4分で距離は約 1.21km ある。丘の底にあるふもと駅はセプルベダ通り及び サンディエゴ高速道路のそばにある、丘の頂上にある、頂上駅は、ゲティセンターの到着広場にあり、構造の一部となっている。道路線は、ゲティセンタードライブをたどるように進み、中間に交換線がある。ありがとうございます。